ビセンテロペス・ポルターニャは、スペインの画家である。肖像画家として知られる。バレンシアで生まれた。13歳から、バレンシアのフランシスコ会の修道院で働いていた、画家、アントニオ・デ・ビジャヌ・デヴァから絵を学んだ。バレンシアの美術学校、アカデミア・デ・サン・カルロスで学び、1889年に、展覧会で一等を得て、マドリードの王立さんフェルナンド美術アカデミーで学ぶ。 奨学金が与えられた。王立産フェルナンド美術アカデミーでは3年間、肖像画家のマリアーノ・セルバドール・マエラに学んだ。1794年に、バレンシアに戻り、バレンシアの母校の副校長を務め、翌年に結婚した。1802年に、スペイン国王カルロス4世がバレンシアを訪れた時、肖像画を描き、1814年に次の国王。 フェルナンド7世に宮廷に招かれ、フランシスコ・デゴヤの公認の宮廷肖像画家に任じられた。王妃マリア・イサベルや次の王妃、マリア・ホセ・ファノへの教師も務めた。1817年に王立産フェルナンド美術アカデミーの校長に任じられた。宗教が、歴史が描いたが、主にスペインの有力な人物の肖像画を描いた。1826年に、 80歳になっていたゴヤの肖像画も描いた。息子のベルナルド・ロペス・ピケル、ベルナルド・ロペス・ピケア、1799から1874とルイス・ロペス・ピケル、ルイス・ロペス・ピケア、1802から1865も画家になった。ありがとうございます。